にちは、赤ちゃんです。今日はこちら、じゃじゃーん。はい、過去に見たことある人もいると思うんですけど、今大人気の動物の森パンケーキアート作りたいと思います。僕実は動物の森大好きで、2作品遊んだことあって、最近3作品目集まれ動物の森を始めました。 DS の時にやって、 3DS 持ってなかったけど、飛び出せ動物の森が発売されてから、そのために 3DS 買ったぐらい動物の森好きなんですけど、今回はね、そんな可愛い動物の森のパンケーキアート作りたいと思います。実は作り方めちゃくちゃ簡単なんですよね。前回ディズニーの作ったんですけど、こんな感じでできました。結構クオリティ高くできて面白かったなと思ったので、今回動物の森で作りたいと思います。とっても簡単です。測んなくて OK。 これはもうね、こうやって入れます。あとはここに牛乳を入れて混ぜるだけ。出してたのに使い忘れた、忘れてた。こんな感じで牛乳を多めに入れます。で混ぜます。これだけです。測ってなくて大丈夫って思うかもしれないんですけど、ちゃんとスポイトから出るように緩めに作ります。そして卵を入れることでふっくらと美味しいパンケーキになるとは思うんですけど、色味がね、黄色くなっちゃうので卵は抜きます。これではまだまだ硬いので、もっともっと牛乳入れますね。まあ緩くすればするほどホットケーキミックスの色味も白に近づいていくからね、牛乳だから。こんな感じかな。ちょっと一旦じゃあ試してみまーす。はい。こすべきだったー。詰まっちゃった。こしますか、ちょっと。あ、全然ちょうどいい硬さです。じゃあこれからね、作っていくわけなんですけど、作るキャラクターを見て、どの色がどれぐらい使うかっていうことをちゃんとね、把握しまーす。よし、こっから色作りです。いや、めっちゃ大変だった。あとはお絵描きなんですけど、ここまで来るのにも多分1時間以上かかってますね。大変でした。こんな感じですね。それではこれから作っていきます。まずはタヌキチから行こう。2キャラ描きたいと思ってるんですよね。輪郭から攻めまーす。タヌキチ。うわ、これ緊張するな。こんな感じ。輪郭が一番やっぱ難しいよね。お絵描きって。プーさんみたいだけど、こっからクオリティ上がっていくと思うからね。一旦温めましょう。次、茶色いきまーす。楽しい。やっぱり楽しいね。めっちゃ楽しいよ。このなんか立体的なお絵描きって感じがして、すごく楽しい。ぷくっとしたね、お絵描きって感じで。よし。次ミックスを使いたいなと思って、一旦茶色を入れると、色を混ぜてます。ここがうまくできるのか。これも楽しいんだよね。これが このパンケーキアートで一番気持ちいいところ。気持ちいい。ここは上に乗っかっても平気なんですよね。いいんじゃないかな。最後埋めようかな。じゃあではひっくり返します。あ、くっついてるね。めっちゃくっついてる。ちぎれるよね、これお耳。お、待って、いくよ。せーの、はい。おお、すごー、すごすぎー。やっぱすごいよこれ。こんな感じでーす。絵が下手な僕でもこんなにいい感じにできました。パンケーキってなんか難しそうなイメージがあるからさ、絵が下手でも上手って錯覚するよね。いい感じ。次、油彦。2匹目は僕が好きなキャラクターですね。リッキーです。リッキーは結構最初の方にも出やすいキャラクターなのに、めちゃくちゃ可愛いし、僕好きなんですよね。まずは丸に近いね、結構さっきと比べて。ここ丸を描くようなイメージで。これお花とかも先描いちゃった方が良さそうですね。黒からいきます。どんどん可愛いぞ。最初の黒は何回も温められるから軽くでいいか、今思えば。青いきまーす。トレードマークね。こう？
もうこれで OK なんじゃないの？あとは水色を絞って完成かな。水色いきます。ちょっと容器がなくてこんなホイップクリームのやつなんですけど問題ないでしょう。色が似てる、色が似てる問題ですね。やばいぞ、この色かぶりがすごい、ほぼ一緒。そして制御しにくい、これコントロールがむずいぞ。今回ずっと温めっぱなし。あー、目が絶対黒くなる、やばいぞ。いきます。せーの、おお、やっぱり色が似すぎてる事件だ。これはほぼ一色、目も焦げちゃったしさ。わーお、他に作れるキャラいないかな。青がね、意外と発色悪いのか。僕の島にはよく来てくれてた。僕は結構思い出深いですね、ピーチくんは。よく穴に埋めたりしてました。作りまーす。ピーチくん。さあ、もう手際が良くなってきてますからね。くちばしが特徴的だね。ちょっとでかすぎじゃないですか？めっちゃでかくなっちゃった。まあ、いっか。特徴的な部分だし。で、次、おめめむず！これ、切り込み入ったおめめだ。無理かも、それは。よーし、あとは壁かけて、かけるだけ。いきまーす！完成だよ！これは成功であってほしい。ピーチくん。ピーチくん、パーチくん。はい、簡単なキャラですね、比較的。いくよ、ひっくり返します。極力早めにひっくり返して裏面をしっかり焼くみたいなね、感じがいいかも。いきます、せーの、おお、きた、きました。これはもう完璧。いいね、いいよいいよ。すっごい時間かかった。トータルも3時間以上かかったんじゃないでしょうか。あー、大変だった。じゃじゃーん、完成でーす。めちゃくちゃ良くないですか？3匹が一緒のお皿になったら可愛いな。ちょっとインスタ用に写真撮ろう。え、待って、食べるのもったいない。こんな時間かけて一生懸命作ったのに食べるんでしょ？それでは、いただきます。まず、リッキーからね、食べまーす。ちょっと失敗したのでね、この子。メープルー。いやー、かわいそう。ちょっと保湿クリームということで。はい、メイプルパックです。じゃちょっとお耳からいただきます。サクサク、焼き時間が違うから黒いとこサクサクで真ん中もっちりみたいな感じでいいですね。これもかわいそうだけど、うん、これはね、作るの楽しいし見た目かわいいから100点。あ、そう、前回も言ったんですけど、こう持ったら面白いんですよ。ほら、絵を持ってるみたいで面白くない？これ、これ絵を持ってるんですよ。たぬきち、あー、たぬきちのがもちもちしてる。たぬきちごめんね。あ、ちょっと香ばしいぞ、たぬきち。一気にたくさん食べるのはもったいないので、ピーチくんはまた後で味わって食べたいと思います。っていう感じで、今回は動物の森のキャラクターでパンケーキアート作ってみました。いかがでしたでしょうか？動物の森のキャラクターはめちゃくちゃ描きやすいです。結構カラフルなキャラクター多いから色たくさん作んないといけないっていうのはあるんですけど、一回作ればこういうリッキーとかパーって一覧見たら作れそうなキャラクター見つけれると思うので、絵も比較的描きやすいので、よければ試してみてください。そしてサブチャンネルで動物の森の実況もアップしていこうと思うので、よければサブチャンネルチェックよろしくお願いします。過去にもディズニーパンケーキなどやってるので、そちらは動画の最後のおすすめからぜひ見に行ってください。バイバーイ。